皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。トモと申します。さて今回は、皆様のですね温かい応援のおかげで送ればせながらなんですけれども、このトムチャンネル登録者数を1000名突破いたしまして、もう本当にありがとうございます。でありがたいことにですね、今5400名を超えるまでに、成長しています。でまあ、そんなわけで、今でこそですねこうしてコンデジで野鳥撮影をしているんですけれども、こう今までどんなことをしていたりだったり、どうやってこのコンデジ野鳥撮影スタイルっていうのにたどり着いたかっていうのを、この節目のタイミングでですね軽く自己紹介をさせていただきたいと思います。でまずですね、僕の簡単なプロフィールがこちらです。で僕育ちはですね神奈川県なんですけれども、家族の中で僕だけこう突然変異で、こう物心ついた時からもう生き物が大好きだったんですよね。でこう団地に住んでたんですけど、団地の裏庭でこう虫だったり、まあ、カナヘビだったりをこう捕まえて遊んだり、また読書といえばこう図鑑だったり、まあそんな人見てる方の中にもいるんじゃないかなっていうのは思うんですけれども、例えばね僕幼稚園児の時なんかにはこう母親が飛んでる蝶々を指さして、これ蝶々が飛んでるよなんてね教えてくれた時もあったんですけども、そういう時に違うよあれは青筋上げ派だよなんて言って訂正するようなですね、そんなちょっと生意気な子供でした。でまあ小学校に入ってからはこう釣りを覚えて、しばらくは自分の中で魚ブームだったんですけれども、じゃあこういつ頃から鳥を取り始めたのかっていうのは、中学生になります。で中学生で、僕夏休みにですね1ヶ月間アメリカにホームステイに行っていたんですけれども、でその時にこう思い出をたくさん撮ってこいって言って、こう親にですねちっちゃいコンデジ、カメラを渡されました。でまあその時にですね写真を撮る楽しさっていうのを知ったんですけれども、でまあ言われた通りですね思い出をたくさん撮って帰ってきたんですけれども、で帰ってきて、撮った写真を見せたら、もうあらびっくり、生き物の写真しかないじゃないかと。でまあ僕が撮ってきたのって、例えばここアメリカにいたミンクだったり、まあ、リスだったり鳥だったりカエルだったりみたいな感じで、こう生き物の写真ばっかり撮ってきたんですよ。でまあもう違いそうじゃないって家族にですね笑われたのはいい思い出ですね。でこうちょっと話が逸れたんですけれども、その写真を撮る中で特に楽しかったのが鳥の撮影なんですよね。でまあ他の写真、他の生き物っていうのは比較的簡単に撮れたんですけれども、まあ、鳥の場合ってもうすぐ動くし、もうなんなら飛ぶし、マジで難しいなと思って、もっと上手に写真を撮りたいなと思ったのがまあきっかけですね。でこうアメリカから日本に帰ってからも近所で写真を、鳥の写真をですね撮るようになったわけです。で今度高校生になって、今度はですねまたアメリカに今度10ヶ月間留学に行きまして、これはもちろん別に鳥を撮るためとかではないんですけれども、まあその時もですね中学生に行った時と同じカメラ、ちっちゃいコンデジを持って行ったんですけれども、まあ、そこでですね白頭鷲だったり、あとハヤブサだったり、小状交換鳥っていう細かな鳥がいるんですけれども、まあ、そういう鳥をですねたくさん撮ってきまして、でまあまた両親ちょっと苦笑いみたいな感じだったんですけれども、でまあその時持っていったコンデジっていうのが本当にちっちゃいやつだったので、もう改造感とかもないに等しかったんですよね。もうザラッザラの仏教系の写真しか撮れてなかったんですけれども、でまあ当時の僕はもうこの辺りが限界かなっていうのと、あとは日本に帰ってきてからもう高校の友達と遊ぶのがもう本当に楽しくって、まあたまに釣りをしていたぐらいで、こう野鳥撮影からは一旦距離を置いていたんですね。で今度大学はというと、僕神奈川県にある水産系の学科があるですね大学に進学したんですけれども、そこがこう生き物好き、特にもう魚が大好きな、もう本当変態みたいな人たちが集まるやばい大学だったんですけれども、まあ本当口を開けばもう魚の話とか生き物の話しかしないみたいな、もう僕にとっては最高の環境だったんですけどもね、そんな大学に行きまして、まあもう本当連日ダイビングだったりシュノーケルだったり釣りに行ったりっていう風にですね、もう連日海に行きまくってたんですね。でまあそんな中で海に行ってる中でも、こう海鳥だったり、まあ、イソヒヨドリだったりっていうのがやっぱりいるんですけども、そういうのをこうチラチラ目で追いながらですね、野鳥もちょっと見てたりはしていたんですけれども、まあそんな中で父親がまあこいつなら宝の持ち腐れにならずにまあ使ってくれるんじゃないかっていうところで、一眼レフのですね写真撮影セットみたいなものを買ってくれたんですよ。でまあそれがこのカメラなんですけれども、これキヤノンのですね EOS60D っていうカメラなんですけれども、
まあ、これでやっと野鳥の写真が綺麗に撮れると思って、もうそこからはですね野鳥撮影に行きまくっていたんですね。まあ、でもまあ現実はそんなに甘くはなくって、まあ、この、こういう一眼レフのセットみたいなものって、こう一緒についている望遠レンズがあるんですけれども、その望遠レンズが、まあ一般的に 250mm くらいのレンズなんですよね。で、その 250mm っていうと、まあ、野鳥撮影でいうとこうギリギリの望遠具合で、例えばこう鳥が5メートル以内に来てくれれば、こうめちゃめちゃ綺麗な写真撮れるんですけれども、それ以外だともう本当にちっちゃくしか映らないんですね。まあ、ただそれでも今までのちっちゃいコンデジよりは全然マシだったんで、まあ、それで頑張って野鳥撮影、まあ、工夫して撮っていたんですけれども、まあ、今思えばですね、コンデジでも野鳥が綺麗に、今撮れるようになったのはその、頑張ったおかげかなっていうのもちょっと思います。で、まあ他の大砲レンズって言われるものとかだったりですね、もうあれ本当に20万とか30万とかするので、まあ、そんなものですね買うお金はなくですね、しばらく2年くらいそのセットで野鳥撮影をしていたんですけれども、ある時スーパーコンデジとかネオ一眼って呼ばれる部類のカメラがあることを知りまして、で、まあこれが調べてみたらもうめちゃくちゃ望遠撮れるじゃないかということで、まあ、もちろんデメリットっていうのもたくさんあるんですけれども、まあ、ね、値段も手頃だし、もうこれは買うしかないなと思って買ったのがキャノンのパワーショット SX70HS っていう、スーパーコンデジですね。で、まあ、こうして今のコンデジ野鳥撮影スタイルっていうのが生まれたわけです。で、ちなみにですね、このカメラのメリットデメリットっていうのもこちらの動画で紹介していますので、ぜひ合わせてご覧ください。はい、で、ここからは僕が YouTube を始めた理由なんですけれども、このコロナ禍で、まあ、みんなが落ち込んでる中でですね、何かないかなと思って、まあ、この野鳥撮影って基本歩き回ってれば密にならないし、こう自然の中でリフレッシュもできるし、まあ、最高なんじゃないかなと思いまして、まあ、でも野鳥撮影を始めるのってやっぱりさっき言ったみたいにこう機材がすごい高かったりだとか、ちょっと敷居が高いイメージがあるんですけれども、こう僕がやってるコンデジ野鳥撮影スタイルって本当に値段も手頃だし、まあ、手軽にですね野鳥撮影を楽しめるし、まあ、ぴったりなんじゃないかなと思ってこの YouTube を始めました。で、今ではですね、もう本当にたくさんの方に見ていただいて本当に感謝です。ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。はい、というわけで、僕の自己紹介は以上とさせていただくんですけれども、最後に、いつも見てくださっている皆様に大事なお知らせがございます。僕今ですね、都内のとある会社で働くサラリーマンなんですけれども、この度キャンプ場などを運営している会社に、転職が決まりまして、これからしばらくですね、2シーズでキャンプ場スタッフとして働かせていただきます。まあ、なのでその転職に伴って今いる、まあ、東京にいるんですけれども、そこからですね伊豆半島に引っ越しが決定しました。で、まあ、ホームが今の狭山丘陵じゃなくなるので、また一からですね野鳥を探すところから野鳥を一から探すところから始めないといけないんですけれども、まあ、あとですねちょっと今より忙しくなってくると思いますので、投稿頻度、誕生の投稿頻度っていうのがちょっと落ちてしまうかなっていうのは思うんですけれども、まあ、伊豆半島に豊かな自然でまた見られる野鳥とかも違ってくると思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。で、まあ、こんな感じでですね、これから、まあ、場所も変わって、まあ、仕事も変わって、まあ、ちょっと環境がガラッと変わってきますので、ちょっと忙しくなってくるかなって思うんですけれども、ぜひこれからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。